ジョン・ミッチェルジョン・ミッチェルは、ニュージーランドのラグビー指導者。元ラグビー選手。タラナキ地方ハウェラ出身。ニュープリマスのフランシス・ダグラスメモリアル・カレッジ卒業。高校時代は、バスケットボールニュージーランド高等学校代表、バスケットボールニュージーランドジュニア選手に選出された、経歴を持つ。ラグビーに専念するため、バスケットボール選手としての活動を断念。 1984年にワイカトコルツキャプテンに任命される。1985年にニュージーランド州代表選手権ワイカトラグビー協会に所属しデビュー。現役時代のポジションはフランカー、フッカーを経てナンバー8。1989年シーズンからワイカトキャプテンに就任。同年には一部リーグ最多スコアを記録。 1990年シーズンは骨折でシーズンの大半を欠場。1991年シーズンに復帰し1995年に現役引退するまでキャプテンを務めた。ワイカトでは134試合に出場し67、トライ、86試合でキャプテンを務めた。また、オフシーズンにはフランスやアイルランドのクラブチームでプレーした経歴を持つ。 1993年29歳でラグビーニュージーランド代表の英国ウェニスメンバーに初選出される。代表選手としては非常に遅いキャリアの始まりであり、レギュラー選手としての定着はかなわなかった。オールブラックス選手としてはこの招集のみに終わり、6試合に出場しにトライ10ポイントの記録を残す。なお、 国際試合として認定されるキャップは取得していない。現役引退後は、ラグビー指導者となり、ラグビーイングランド代表アシスタントコーチを経て、2001年シーズンは、チーフスヘッドコーチに就任。2001年10月、ウェイン・スミスの後任として、ラグビーニュージーランド代表ヘッドコーチに任命される。当時、低迷期にあったニュージーランド代表チームの若返りを、 はかり若手中心のチーム編成を行い28試合23勝4敗1分、勝率82%と高い評価を残すも、ラグビーワールドカップ準決勝で敗北。3位決定戦でフランスに勝利するも、ニュージーランドラグビー協会との契約更新には、至らず辞任。公認のヘッドコーチには、グラハム・ヘンリーが就任。2004年シーズンは、 フルスワイカトのヘッドコーチに就任。2006年にスーパー14に新規参入するウェスタンフォースヘッドコーチに就任。2009年に退任するまでヘッドコーチとしてチームを率いた。2010年シーズンから3年契約でカリーカップに参戦するゴールデンライオンズヘッドコーチに就任。2011年シーズンからは スーパー15に参戦するライオンズヘッドコーチを兼務。2010年10月、滞在先のヨハネスブルグのアパートで強盗に襲撃され負傷。太ももと腕を刺され病院へ運ばれたが、数針を縫う処置で現場復帰した。ありがとうございます。